熱血コンサル基存産業皆さんこんにちは基存産業3代目山本雅史です今日は2つの大企業の歴史から業態転換のポイントを学ぼうということでフジフィルムとサンリオの業態転換事業転換の内容についてお話しします2021年は 業態転換元年と言えるくらい企業が自分の商売の内容を変えていかないと生き延びることができないと言える年だと思っているのですがその背景には昨年からのコロナウイルスの影響もあるのですが例えば銀行員がスーツを着なくなったとかそういった理由で利益が減少している洋服の青山の例に見るように生活環境や人々の暮らしそのものが変わったことによる 構造不況となったものもあり、そこに自分の商売や商材を合わせていかないといけない年だとも思っており、結構ドラスティックに変わる年なんじゃないかと思っているんですね。実はこのように生活環境の変化にさらされているのは大企業の方が実例が多く、その中でも変化を遂げて生き延びている例は多いので、そこを学ぶことが一番いいのではないかと思っております。そこで今回は 大企業の業態転換の例をもとに、どのように考え、実践していったらいいのかということを皆さんと一緒に勉強していきたいと思っております。今日は2つの大手企業の業態転換、事業転換の内容について説明します。その2社というのが、富士フィルムサンリオです。そして最後にまとめとして、これら大手企業の業態転換、事業転換から、今後業態転換するために何をしていけばよいのか、 という解説をしていきます。まず、富士フィルムの業態転換についてですが、富士フィルムの業態転換については、多くの本でも紹介されているのですが、まず、富士フィルムの歴史を簡単に説明すると、1934年に写真フィルム製造の国産工業化計画に基づき、大日本セルロイド株式会社という会社から、写真フィルム事業を受け継ぎ、富士フィルムが設立されたんですね。その後、2000年までは、 写真フィルム事業を大きな収益源としていたんですね使い捨てカメラの映るんですやインスタントカメラのチェキが流行ったのを皆さんもご存知だと思いますしかし2000年に入りデジカメが流行し始め写真フィルムの需要が急激に減少したんですね現像してからでないとどう映っているかわからないという状態から撮ってすぐに確認できるという便利さもありお客さんもどんどんデジカメにシフトしていきましたよね 本業が消失するという、創業以来最大の危機に直面した富士フィルムなのですが富士フィルムはここで既存事業にに固執すすることななく、大胆な改革に着手したんですね。人材資産については大きなリストラを行いこれまでの主力事業であった写真関連事業を安定的に持続させるある意味小さくしていく体制を築きながら事業の多角化を進めるために 富士フィルムとしての強み他社よりも優れている点は何なのかということを考えたんですねそこで行ったのが写真フィルムの開発生産で培った技術の棚卸しを行ったんですねそしてその棚卸した技術を写真関連事業以外の分野に応用できないかということを検討して今後成長していくと思われる分野に設備や研究開発費を投じていったんですねその結果 現在ではデジタルカメラ市場で独自のポジションを築いていることに加えてバイオ医薬品市場や再生医療の分野にも進出するなどさまざまな分野に進出しています本業としていた写真フィルム事業というのが社会の流れによって衰退すると思われる中で自社の持っている技術を棚卸しして他の事業に応用していき今後の成長分野に投資していったといういい例なんですね。 フジフィルムと対照的な例として挙げられるのがコダックなんですがコダックの場合はフィルム大手としての特色にある意味固執してそこに経営資源を集中した方がいいというふうに考えて新たたな経営の展開が遅れたということとから経営破綻してていったといいたうに言われているんですねこのように巨大企業が既存の特色を捨てきれずに新しい商品の市場に参入することが遅れるということを イノベーションのジレンマというふうに言うんですけれどもコダックはイノベーションのジレンマの典型的な例というふうに紹介されているんですね2つ目の会社がサンリオなのですが皆さんご存知のハローキティのサンリオです現在では映画事業や出版事業、音楽事業など様々な事業を持っているんですがそもそもの始まりは山梨県で絹製品を販売する会社を引き継いで創業したのが始まりなんですね 絹製品の販売というのは早々に失敗して次に小物雑貨の販売を始めたのですが苦労しながら小物雑貨の販売をしていく中で初めに成功したのが花柄をつけたたゴム造りの販売だったんですね。これまではある意味無機質なゴム造りを販売していたんですが可愛いイラストをつけることで売れ行きが伸びると知った社長がキャラクターの開発に乗り出したんですね。ゴム造りの次に、 大手菓子メーカーと取引する際に缶入りキャンディーを開発するにあたって缶に海賊や花の模様を衣装化したことがキャラクター商品開発のきっかけになったんですねその後様々なイラストレーターと協力して自社が著作権を持つキャラクターの開発を行うようになったんですねそして1974年に今では知らない人がいないハローキティを誕生させ キャラクター商品を発売していったんですね。今では主な事業内容としてはさまざまなキャラクター商品の販売に加えてテーマパークの運営そしてここが大きいのですがライセンスでの収入ですね。ライセンスの中にはプロダクトライセンスプロモーションライセンススペースライセンスがありプロダクトライセンスはハローキティとのコラボ商品などおもちゃやアパレル業界というのがお客様になります。プロモーションンライセンスは、 宣伝活動にキャラクター使用権を与えるもので国と自治体とも仕事をしていて大阪万博の誘致にかかる仕事もしていましたよねそしてスペースライセンスが飛行機や新幹線などハローキティの世界観を作るサポートをしているんですね初めは絹製品や小物雑貨の販売からスタートしたのですが花柄のゴム造りの販売をヒントに小売業からキャラクターを生かした小売業 さらにはライセンスによって B2B へのビジネスにも展開しているんですね。創業当初から考えると大きな業態転換ですよね。それでは今回のまとめなんですが、今回の2つの大手企業の業態転換、事業転換と弊社が行っている経営改善の現場から業態転換に大切なことは2つあって、1つ目は自分の会社が何を持っているかということをしっかり把握することなんですね。例えばば製造業であれば 自社ののコアとななる技術は何なのかサービス業小売業であればこれまでに商品を購入していただいた方もしくは来店いただいたお客様のリストはあるのかその他でいうと自社でどのような資産や不動産を持っているのかそういったことを洗い出すことがまずは大事になってくるんじゃないかと思ってるんですね。そしてててつつ目は今後どののような分野が伸びいいくのかについて考え 自社が持っているものをどのよううに当て込んででいいくののかということとここを考えることですどの分野が今後伸びていくのかということを考えるヒントとしてはコロナの影響が長期化するということが予想される中非接触というワードはキーワードになってくると思われるのですがそれに加えて今回政府が出している業態転換補助金や他の補助金の内容がヒントになるんじゃないかと思われるんですね。補助金といいうのは政府が考えている 国としてどのような方向に持っていきたいかということの表れであると考えられますので今後出される補助金や助成金についてしっかりと調べてヒントにされるということも一つなんじゃないかと思っております今考えている業態転換の方向が合っているのかということについてのご相談についても一定の実績がございますのでお気軽にご相談いただければと思っておりますまた今回の業態転換補助金に関して 弊社でグループコンサルを行いたいと考えております。予定では1月23日の11時からズームで行いたいと考えております。5人一組で1人当たり約10分間のご相談を予定しております。現在グループコンサルに関するお問い合わせも数多くいただいておりまして、場合によっては日時が変更になる可能性もございますので、その点についてはご了承いただければと思っております。ご興味のある方は、この上の電話番号か、 ホームページのお問い合わせ欄のその他の欄からお問い合わせいただければと思っておりますまた資金繰り資金調達のお問い合わせも受け付けておりますのでこちらもお電話もしくはホームページからお問い合わせをお願いいたします現在1日5件程度のお問い合わせをいただいておりできるだけ早めに対応できるよう社員一同頑張っておりますご相談していただいてから早めに対応させていただくためにもお電話もしくはホームページからのお問い合わせの前に 決算書や試算表などをご用意いただけると助かります。あと、メンバーシップのご登録ありがとうございます。今後も楽しく学べる動画作りをしていきたいと思っておりますので、引き続きメンバーシップのご登録をよろしくお願いいたします。それでは最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。m a で会社を買いたいいたた売りたい サラリーマンをしていて、独立企業、副業で稼ぎたい。会社の資金繰りに困っている。銀行からお金を借りたいけど、どうしていいかわからない。そういった方はぜひ、概要欄に弊社ホームページのリンクを貼っておりますので、お気軽にお問い合わせください。お金の悩みは必ず解決できます。一人で悩まずに、まずは弊社にご相談ください。私たち基礎産業が全力でサポートします。